おはようございます、黒みつばです。ということで今回はですね、モンスト夏休み2020ということで、夏のアルファガチャですね、こちらの方を引いていこうかなと思います。でまあ、ひとまず今回対象のキャラについて解説していこうかなと思います。まずはこちら十文字アルファですね。まあ、このキャラはなんといっても28国のマジで特化キャラになってます。で、まあ、28国ね、まあ、結構難しいクエストなので、適性がいなかったっていう方はぜひね、引いといた方がいいキャラじゃないかなと思います。でまあ、それ除いたとしても、まあ、壁ドン SS 持ってて、なおかつね、高スピアップ、攻撃力とスピードを、上げてくれる友情コンボ、そして爆発持ってるっていうことで、非常にね、友情コンボ面から見ても高難易度向き、まあ、今後活躍する場所も絶対出てくるキャラじゃないかなと思っております。で続いてアザトースアルファですね。まあ、今回一番の当たり枠かな。まあ、やっぱり友情ブーストで、バランス型の調教長弾っていうところでね、まあ、調教長弾っていう友情コンボ、普通に友情ブーストなくてもめちゃくちゃ強い友情コンボで、まあ、全部の敵に当たる、なおかつボスがね中心とかにいたりとかすると、その長弾が通るたびにダメージが広がっていきますので、まあ、本当に強力な友情コンボなんですけど、まあ、それに友情ブーストがついている。さらにメインの友情コンボがコピーっていうことで、まあ、最近メインの友情コンボ強いキャラ多いですからね。まあカマエルだったりとか、あそこら辺と組み合わせてみてもかなり面白いんじゃないのかなと思ってます。でまあさらに殴り性能もね、めちゃくちゃ高くて、麻酔 EL で麻酔持ってたら3倍になったりとか、まあスピードもともとねそこそこ速いんですけど、ダッシュ持っててスピードが 1.5 倍にできたりとか、まあそういうところでも非常に注目できるキャラじゃないかなと思ってます。まあ圧倒的な当たり枠ですね。最後ナスノユイチアルファですね。まあこのキャラは昔ながらの、それこそアーサーだったりとかテキーラが強かった時代のツインワンウェイレーザーのまあ理想系というか、まあ昔こんなキャラいたらヤバかったよねっていうのを本当に体現化したようなキャラになってますね。まあ4ターンプラス8ターンで打てる、ショット時に1対1に戻るっていう SS で、まあこれをね即殺 M 以上かな、 M か L つけてあげると、もう最初に置いた状態から SS 打てちゃいますので、まあ、常に下の位置をキープした状態で戦えるキャラになってますと。まあ SS の演出等でね、実際の速度っていうところでは実用的かわかんないですけど、まあ艦隊とかで組んだらね、それこそもう本当にずっとレーザーとホーミングがめちゃくちゃ強い状態で与えられると。まあ、しかもアビリティの方にね、友情ブーストで、まあ、ただでさえ強い友情コンボが 1.5 倍。まあ、さらにね、アップポジションキラー L っていうことで、画面の上部にいるキャラに対しては、2.5 倍の倍率も乗ってくると。まあ、具体的にどこでやばいかとか、実際に今後使われるかはわかんないですけど、なんかしら悪さはしそうなキャラだなと思っております。はい、ということで、オーブ300個あるのでね、早速引いていこうかなと思います。いや、まあ、去年の夏アルファはマジで地獄見たからね。それこそもう孫悟空アルファしか出なかったから。本当に、あ、お休み戻りしてね。危ねえ。まあ、誰からも通知来ねえけどな。さあ頼むぜ。とりあえず止まってくれたら割といい感じかな。割と出る確率は高いと思うけど、全く関係ない人たちが3人出たね。でもやっぱさ、アルファガチャって怖いよね。まあコラボと違ってさ、まあ、1年後に復刻来ることがほぼほぼ確定してるからまだいいけど、それでも1年間なかなか引く機会ないからね。まあだから、なんか今後使えそうなキャラにも見えるからさ、とりあえず回しちゃうけど、いやだね、期間限定ってのは。いやもうこんなあっちゅう間だぞ、ほんとオーブ300個なんて。アザトースだけでいいわ、とりあえず。アザトースは結構多分もう日常的に使っていくと思うから、とりあえずアザトースだけは出てほしいんだけどな。よし、おめ頼む頼む。とりあえず確定出てくれたら安心できるけど、3分の1だからな。止まって、とりあえず早めに止まって。あー最後ら辺できたな。9個目か。あー十文字か。まあ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 、正直個人的には一番良かったかな、十文字は。ナスの夜市がね、多分使ってみると楽しい系だと思うんだよ。だからそう、実用的なアザトースかナスの夜市が欲しかったんだけどな。よし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 、頼む。変なキャラいらんよ今。おお、これはあいつだな。名前が出てこないけど、ノクターンの人だな。スサノボ。
あ、違った。いや、似てるくらいノクターンの人と、ノクターン適正の人と、トライデンとか。いや、大事よ、これ。これ大事。本当に。本当に大事。アロンライトじゃねえんだよなぁ、マジで。アロンライトとかそろそろ重心化しそうなラインだけどね。いやぁ、ザトースかナスの余一、どっちかが欲しいんだよな。最低でも。止まってくれ、頼む。いやでもさすがにね、まあそんなね、もうバカバカ課金してるわけにもいかないからね、本当に。いやもうこんな1万円だったら何ができると思うの、本当に。そんなね、課金なんて本当に良くない。俺は健全なチャンネルでいたいからね、絶対課金とかしないよ。うん、絶対課金とかせずにちゃんと無課金でね、当てていくチャンネルを目指していくから、本当に。課金とかマジね、そんなにね、過度な課金は良くないよ、マジで。なんか星5無駄に出るの腹立つな。なんか星5無駄に出るの腹立つな。マジで頼めて。夏アルファ俺本当に弱すぎだよね。毎年負けてる気するわ。一昨年の復刻のサタールとかテキアルとかは結構良かった気がするけど、それ以外負けっぱなしだな。うーわ、お前実は悟空、中身悟空だろてめえ、マジで。もう本当にさ、もうおとなしく欲しいよ。もうなんだよこの偏りマジで。頼む。単発だよ、もう単発、最後は単発。男は黙って単発ガチャ。はい、ということで、ラストですね。もうこの星玉だけ引きましょう。もうダメだ、俺にはもう無理だ。自力で引くことはできねえ。自力で引いたらとんでもねえことになる。なんかすんなりさ、すんなり引きたいよ俺だって。出ねえもん、止まらねえし。ほらほらほら、頼む、朝通す、朝通すが欲しい。どうしても朝通すが欲しい。チェシャ猫、チェシャ猫。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんはね、きっと夏アルファいい結果に終わった方もねいると思います。絶対にね、ご自身の結果を、コメント欄に書くような行為だけは、ぜひともね、私の精神をえぐらないためにも、避けていただけますとね、非常に幸いでございます。アザトースアルファっていうキャラはね、別にいいよ。別に俺いらねえから。水属性のクエストに、例えば構えるね、覇者の塔とか無理やり連れて行くときに、あいつ連れて行くと貴属性のレーザー出て、しかもその威力が 1.5 倍されて、うわぁ、めちゃくちゃ強えみたいなことになる可能性もありますけど、僕はいらないので大丈夫です。ということで、ご視聴いただきありがとうございました。かわいそうだなと思った人は、チャンネル登録とグッドボタンぜひぜひよろしくお願いします。次回の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ、黒みつばでした。